海 -15 両機撃墜事故は、1995年11月22日に、石川県の都半島沖で発生した、航空自衛隊による事故。第六航空団所属の F-15J 戦闘機が、訓練中に誤って、両機を撃墜した。1995年11月22日、空中戦闘機動訓練中、攻撃側の F-15J 戦闘機が、 誤って、AIM-9L 空対空ミサイルを発射し、仇役の F-15J 戦闘機を撃墜した。B2E は直ちに射出座席で脱出し無事だったが、機体は海へ沈んだ。航空自衛隊にとって、通算8機目の F-15 墜落事故かつ、自衛隊史上初の撃墜であるとともに、海 -15 が航空機によって撃墜された。世界初にして、 唯一の事例でもある。1995年11月22日午前8時23分、第6航空団第303飛行隊所属の F-15J 戦闘機2機が空中戦闘機動訓練のため小松基地を出発した。1番機は A1 等空位、2番機は B2 等空位であり、両機とも緊急発進の予備機だったためミサイルを2発ずつ搭載していた。 A1E は飛行時間戦時艦長の中堅パイロットであった。また、実弾射撃は訓練予定に含まれていなかった。A1E の木と仇役の B2E の木は正面から向き合う状態で開始すれ違ってからドッグファイトに入る手順の戦闘訓練を3度行い、3度目の訓練で A1E の木が仇役の B2E の後輩につき AIM-9L で 攻撃動作を行った際に事故が発生した。先立つ2度の訓練では、A1E は2度中1回発射ボタンを押したが、発射に先立つ、兵装選択で、AIM-QL とは異なる兵装を選択したためミサイル発射には至っていない。事故が起きた3度目の戦闘訓練状況は、以下の通り。B2E は緊急脱出使用場で漁船に救助された後、 小松基地所属の救難ヘリで同基地へ戻ったが打撲などの軽傷を負っていた。沈没した機体は11月27日に発見され、翌年2月25日に引き上げが終了した。事故同日の11月22日午後3時頃、村山富一首相は記者団からの質問で初めてこの事件を知った。ただし官邸には、 早い段階で5射を含めた事故の報告が入っていた。この事故の影響で、航空自衛隊は所有する全戦闘機の緊急安全点検を行った。小松基地では飛行訓練を中断していたが11月29日に北栄一郎小松市長が同意したため、12月1日にミサイル搭載なしで訓練を再開した。12月5日にはミサイル装備なしで全国の F-15 を 警戒待機に復帰させた。1996年6月10日に小松基地以外の基地でミサイル搭載が再開され7月9日に小松基地でも再開したその後航空事故調査委員会の聞き取り調査でパイロットは当時操縦艦の機関砲の引き金にはピンが入った状態で引けない状態事故直後 a 1は記憶の混乱から当初下機関制手スイッチを 作動位置にしていないが、発射ボタンを押したか否かは覚えていないとしていたが、11月24日までに5社の際に発射ボタンを押したとした。また、小松基地機関直後の調査では、下機管制手スイッチはオフ位置になっていた。発射ボタンと5社の関係性が高いことから、当初は下機管制系統のトラブルとの見方が広まっていた。 杉山修玄航空爆料長らも航空機側の不良との立場をとっていた。国会の安全保障委員会でも異常な電流が操縦管より流れて撃墜につながったとの認識をしていた。しかし、その後ヘッドアップディスプレイに発射準備完了のサインが出ていたことが判明した。さらに、海マイナス15の製造元である三菱重工が調査に当たったが、異常は発見されず、 人為的ミスの可能性が濃厚となった。1996年6月13日、防衛庁は、杉山茂東方幕僚会議議長、小泉進航空総体司令官、早瀬陽一中部航空方面隊司令官、以下関係者、計8名への処分を発表した。A1 位は、停職1下とともに、パイロット資格を剥奪された。同年9月3日までに、航空自衛隊は、 A1 を過失航空機建材の疑いで、金沢地検へ書類送検した。10月25日、金沢地検は A がすでに操縦資格剥奪などの制裁を受けていることを理由に基礎猶予処分とした。同年11月11日、航空自衛隊は A1 が無意識のうちにミサイル発射系統の回路を同通状態にしたとして、 この事故が A の全面的な過失によるものだったと発表した。なお、航空評論家の石川淳一は事故直後の時点で無意識の操作の可能性について指摘していた。B は2011年現在も航空自衛隊に所属し外部への露出の機会もある。体系園に置かれた残骸機体の残骸の一部はスクラップとして払い出され。 市川市の大型ゲームセンター体験園に残知されている。ありがとうございます。